こんにちは、男のソーイングでございます。今日は抑えをね、ギャザー用抑え、このこの買ったんですよ。S955KM はね、これクライム基産仕様でね、ここのね、ここの針の横のところにね、ラインがついてるんですけど、この針のあの横にこうラインがついてる、それでをね、これがクライム基産仕様みたいで、今回それを買ってみましたね。それで、あとね、これ、試し縫いする前にね、このね、ヘアバンド、これヘアバンドね。これね、何が言いたいのかというとね、布の生地がね、多すぎたと。これね、伸びないね、例えば麻とか綿だったら、このシワシワになっていいんだけども、これね、ニット生地すごい伸びるんですよ、これ。ぐーっと。まあ、こっちよりはこっちか。ぐーっと伸びるので、これね、確か40センチぐらいね、ゴムバンドの長さが40センチあったけど、もうそれとほとんど同じでいいんじゃないかなと思って。これ、1.2 倍ぐらい伸びればもうここに入りますので、ちょっとまあ、自分が作ったながらにしてはちょっと反省点をちょっとね、一応お知らせしておこうと思いまして、これがまあ伸びない素材だったらこの布の長さは 1.5 倍ぐらいにした方がいいでしょうけど、ニット生地で作る場合はゴムと同じぐらいでいいんじゃないかなっていう、まあただそれが言いたくてちょっとお知らせ程度に言ってみました。それで今日ちょっとね、このギャザー買ったので、これちょっと今から試してみたいと思います。でね、これはね、じゃあまあ A ラインワンピースとか、まあこの間というか、まあ去年一昨年ぐらいかな、フレアショートパンツとかも作ったんですけどね、あれは手でね、縫い幅一番最大にして手でね、こう引っ張って、あの糸でこう布をこう、まあ後で一回あの手でやる方法もちょっとお伝えしますけど、めんどくさい方法やってたんで、ちょっとこれがあるならばですよ、ちょっと使ってみようかということで今回ね、購入してみまして、ここにネジがあってね、これを回すと多分こっちに押し込んでいくと、多分ギャザーが寄りが大きくなって、こっちの緩めると、まあ寄りは少なくなっていくということなんで、ちょっと試してみたいと思います。で、糸はピンク、わざとピンクで縫いましょう。縫い目があるんですけど、これ一番大きくします。これ6が一番大きいですね。6でやります。一番これちょっと緩めにしていきたいと思います。そしてこれ絶対返し縫いはしない方がいいと思うんで、十分に上糸と下糸をぐーっと伸ばして、ちょっとね、多めに取って、よいしょ。で、返し縫いはなしで踏みますね。ほとんど分かりますかね。
ほとんど何言ってないけど、これわかりますか？ここをこのネジで押すことによって、これあれですね、多分ね、上げた方がいいですね。押すことによって角度が今これが最大ですけど、うん、これ今最大に押したのでちょっとやってみましょうか。あ、寄ってきましたね。わかりますかね。今こんな感じです。結構寄ってますね。本当ね、これがね、今最大でやって縫い幅が6ですけどね、ここから強くして、ここまではあの弱かったんですけど、ここからわざと強くしてやったのがこんな感じですね。うんうん、あ、そんなにものすごい寄るかと思ったらすごい寄るわけではないですけど、もう一回やりますね。で、返し縫いしないでここで切っていくと。うん、縫い幅を今は6だったの2にしまして、すごいな、ほとんどギャザーできません。これわかります？ただ布がこうシワになるだけですね。やっぱり縫い幅は6かな。それでですね、例えば40センチのね、今ここ40センチの幅にやったので、これをちょっと縫ってみてね。でですね、40センチはね、ギャザー入れると、だいたい33センチになるね。33センチのとこですね、これね。はい、でもう一回縫ったんですけどね、
2ライン、2ラインで40センチを縫うとどうなるか。31ですね。そんなに31センチ。手で縫ってた時は縫い幅6にしてね、結局ここに糸があるじゃないですか。これをこう引っ張って、こっちも引っ張って、こういうのやりましたよね。これをこうやっていったんですよ。ギャザーをね、こう、あ、ちょっと今2本縫っちゃったから、ちょっとこう、やりづらいんですけど、色というかね、まあピンクの布で縫、ピンクの布じゃない、糸で縫っているので汚く見えるけど、まあ同系色の白で縫えばね、そんなに汚く見えないんじゃないかなとは思うんですけどね。こんな感じでございますけどもね、なんかこうエプロンとかのこうこんな感じで、まあよく使われるとは思いますけれどもね、まあギャザー寄せるのは、手で寄せるのはね、ほんとね、ここの端っこと、ここの端っこを持ってこうやって寄せてたんですけど、やっぱりこれは便利だと思うので、まあちょっとね、今度実践でね、もちろん実践で使っていこうかなとは思いますので、そこでまた使いながら使用感の方は述べていきたいと思いますので、今日のね、ちょっとこのギャザー押さえのレビューはこれで終わりにしたいと思います。一つ補足なんですけど、この押さえね、一緒に縫われてね出てくるタイプの押さえもねあるんですけど、僕はやっぱり上の布と下の布があって、まあ下の布がだいたい幅が広いんでこう詰めますよね。それの時上の布の寸法にジャストで合わせたいので、こっちのね、縫われないタイプの方の押さえをね、今回購入したんで、もし別にギャザー量がそんなにはある程度やればそれでいいやっていう方は、一緒にね、縫えるタイプもね存在しますので、そちらもちょっと検討されてみてはいかがかなと思います。以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いするまでお元気で、さようなら。ありがとうございました。